大阪にございます06ショックウェーブさん、店長の東堀さんにアダルトサイズのボールパイソンの魅力、そして疑問にお答えいただきました。今回はその06ショックウェーブさん一押しの個体たちをご紹介いただけるということで、一体どんな子が見れるのかとても楽しみですね。では東堀さん、本日もよろしくお願いします。06ショックウェーブにいる、はい、もう一押しの個体をご覧、はい、見せていただけるということで、はい、すいません、はい、ありがとうございます。ちょっと最初の1匹目をよろしければ。一押しじゃあ、まあ、キープ個体のお気に入り個体みたいな感じでもいいですか、ね、はい、ぜひ。ああ、大丈夫です。3セットです。3セットの、1キロちょっとありますね、メスですね。うわ、本当になんか脇の部分が夕焼け色のような感じですね。そうですね、はい、これもどうしてもベビーの時よりは夕焼け色は少し薄まってるんですけど、はあはあ、はい、いや非常になんかボールパイソンのこのなんか柄がちょっと薄っぽくなるんですね。なんか上にフィルターがかかってからな。そうですね、はい、はあ、コントラストはそんな強くないモルフですね、はあ、レッセンモルフです、はい、あ、レッセンモルフ、はい、ありがとうございます。3セットのメスです。3セットのメス。東山さん、2匹目をご紹介いただけるということで、スマヘテロパイのメスですね。いや、結構気に入ってますね。まあ、単純にスマかっこいいんで好きなんですけど。スマっていうのは、まあ、スーパーマホガニーの略です、ね、あ、スーパーマホガニーの略でスマ、はい、あ、スマって言います。顔つきがもうボールっぽくなくなるんでかっこいいです、ね、いや、すごいですね。さっきのサンセットとはまたなんか全然もう柄がほぼ見えないですか、はい、そうですね、アイラインもなくて、あ、顔つきだけはかっこいいですね、はい、あ、本当ですね、アイラインがないですよ、はい、黒いですね。このアイラインは消失するんですか。あ、消失しますね、スマだったら、はい、なるほど。結構今、エイトボールに変わるようなモルフって言われてますね。そのエイトボールよりも今人気が出てきてますね。やっぱ危険が少ないんで。なるほど、はい、すごいインパクトですね、これ、はい、ありがとうございます。らしくないモルフです。いや、東プレさんは結構 、はい、ダークモルフがお好きなんですか。いや、その方も全部好きですね。あ、もう全部好きなんです。苦手なモルフはあんまりないです、ね、あ、なるほど。ストライクゾーンは結構広いです。あ、そうなんか若いのから熟女まで行けるなって何でも行けますよ。何でも行けますよ。あ、そうなんですね。何でも行けるタイプ。ボールは何でも行けます。ボールは何でも行けるあ、わかりました。それでね、あの、勘違いされるとあれで、はい、ボールパイソンだと言うけど、それでも年齢じゃなくて、なんか女のタイプとか言われます。ギャルとか何でもいけます。パステルデザゴだけ。あ、パステルデザゴ、はい、うわー、めちゃくちゃ綺麗ですね。割と今まで見た中で割とこのサイズでは白はかなり強いかなと思いますね。いや、本当に白いですよ、はい、この、すみません、失礼します、はい、本当に白いですもんね、この部分が、はい、この黄色の部分もかなりこう白に近いような感じで、これはもう間違いなく白くなるだろうっていうので置いてるんですけど、これは何が作用してこのように白くなるんでしょうか。まあ、まあ、ほんまにパステルとデザートゴースト両方なんですけど、はい、この個体に関しては一応 50% ヘテロホワイトウォッシュで、まあ、出したこれ輸入個体なんですけど、はい、出したブリーダーはホワイトウォッシュが影響してるんじゃないかって言ってました、ね、ああ、うん、なるほど。これはまだキープです。キープ、これはもうキープです。すみません、すみません、キープ。すごいですね、ホワイト、ヘテロホワイトウォッシュ。ですね、はい。俺こっちのタイプめっちゃ好きやな。あ、そうですね、黄色に強いやつ。こっちもデール好き、これかっこいいっすね。逆にこっちはビビの時も緑色やったんで、めっちゃ緑強くて面白い答えやったんですけど、ね、結構やっぱゴースト昔から色々レッセンモルフですけど、ゴーストは本当にこの間うちも1本打ってもうめちゃくちゃ良かった。東森さんが、いや結局 GHI コース結局 GHI コース、あ、マジで好きなやつもう完全になってる。やべえもんね。東堀さん的には GHI ゴーストはすごい、もう、ど、もうめっちゃ好きですね。もうやっぱゴーストコンボの中では、あとエンチゴーストも好きですね。エンチゴーストは鉄板で、めっちゃ話脱線しよう。いやいや、そうなんです、ちょっとでもこの緑系が好きなんですよ、僕。うわぁ、結構、緑っぽい感じのボールにない、あんまりいない色っていうか、まあエンチゴーストは大体こうなること多いんですけど、なんか今僕も肉眼で見て思うんですけど、はい、グラデーションがかかったような本当に美しさですね、はい、この脇腹、そして、はい、背中の頂点のところに向けての、やっぱゴーストは昔から言いますけど、やっぱ最高のレッスンモデルです。めっちゃ好きです、僕。そうそう、
ボースと触ってる時めちゃめちゃ嬉しそうですね。ボールマジで好きなんで。ボールマジ好きですね。いやすいません、東森さんからの早めにキープしたい、答えで販売答えだけど早めにキープしたい答え今一押しの子出していただいたんですけど、すいません、モルフ名をお伺いしてもよろしいでしょうか。スポットノーズファイアピンストライプコンフュージョンのメスです。はい、こんな模様がすごいですね。なんか胡椒かけたみたいな感じ。胡椒かけたみたいな。パタパタとなってますね。アザン化したらやばいですね、絶対。アザン化したらやばいですか。いやーすっごい、これすみません、スポットモズファイヤピンコンフュージョン、はい、モルフとしてはどれが優勢でどれが劣勢という風になるんでしょうか。全部優勢モルフですね。あ、全部優勢モルフなんですね。はい、でスポットモズとファイヤが共有性モルフ、ね、でピンストライプとコンフュージョンが優勢モルフですね。なるほど、はい、全部優勢、全優勢です、ね、全優勢。こんなにかかると表現が、はい、僕ピンストライプとはピンストライププレイヤーですか、ちょっと頭にしか思えなかったですけど、こんなに姿が、ね、激変するんですね、はいはい、もう全部の特徴がしっかり出てますね。あ、今これ現在販売されてるんですか。まだしてますこれは、はい、あ、まだしてるんですか、はい、でもこれは ほんまにもうすぐキープしますけど、あ、ま、これあの宣伝文句とかじゃないですけど、ほんまに本当に東尾さんが好きで本当にキープしてる可能性があるということですね。わしちょっともしこの動画見て探してましたってなったらぜひちょっとこれピンポイントで探してる人いるかわかんないですけど、いやちょっとまあでも可愛いことだと思うんですね。いや可愛いですね、はい、あれオスですね、アザンスパイダークラウンのオス。これ頭の模様すごいですね。そうですね、こんななんか道が分かれてまたつながるみたいな。そうですね、スパイダークラウンはたまにこうなることがあってのアザンですね。ダブルレッセプラス優勢モルフのスパイダーですね。非常にやっぱりボールパイソンってこのやっぱりこの脇腹からのこのグラデーションが本当に美しいですね、はい、いやすごいですね、こんなに表現がガラリと変わるものなんですね、はい、本当に同じ色じゃ思えないですね。カーベットパイソンってグラデーション系ってあんまりいないんですかね。なんか結構さっきはグラデーションにこう注目されてる。あ、そうなんですか。グラデーションってあんまりなくないですかね。なんか僕なんか柄がパキッと出るイメージがすごいあって、あ、確かにそうですね、はい、まあ個体によってはなんかイリアンジャとかは脇がこう、はい、ちょっと黄色からちょっと白っぽくなったりすることありますけど、はいはいはい、ボールパイソンって多分体が太いからかよりそれが際立って見えるように感じますね。なんか、まああれだよね、縦のグラデーションだよね。カーベットってこの なんだろう、うん、体の前半と後半のグラデーションだよね。ー、はいはい、ボールってこの背から腹にかけてのグラデーションなんですね。そうなんですね、なんか本当に綺麗、どこかやっぱなんかちょっと青っぽさも感じる。あ、そうです、アザン入ると結構こういう感じの見えないことありますね。アザンスパイダーとか特に、はい、いやなるほど。こちらも現状今販売、これ販売してますね、はい、あ、そうなんです、ね、オスです、はい、いやこれもうね、これもう普通に一目惚れする人多そうですよね、これなの。そうです、僕も一目惚れします、ね、あ、そうですキープ間近の可能性があるんで急いだ方が良いかと思います。やることですね、ノーカット雑談っていう、はい、こういうのが起きないとダメかなと思ってますね。なるほど、だから難しい蛇とかではないんですけど、正直蛇だったら何